テオ・サラポ、1962年にエディット・ピアフと、テオファニス・ランブカスはテオ・サラポの名でよく知られている、フランス人の歌手で俳優。フランス人歌手エディット・ピアフの二人目の夫である。元は美容師だったが、26歳の時に46歳のピアフと結婚した。彼はピアフの秘書のクロード・フィギュから紹介されている。サラポはパリに生まれた。 ギリシャ系の単成な俳優、歌手で、1962年にピアフと歌った、アクアサセルト・ラムールにより成功を収めた。ピアフの700万フランス王等の借金を引き継いだので、サラポは1963年のクリスマスの日に、ピアフと住んでいたブルバール・ランヌのアパルト門から退去させられた。彼は、ラメゾン・クイネ・シャントゥ・プラスを録音し、これもまたヒットした。 他にチェジュール・ビエンドラも大ヒットした。ピアフと歌い始めた時は声が鼻にかかっていたが、数年後には息を呑むほどメロウな歌声になった。ラロンドやヌース・エヌ、エティ・パパーなども他にヒットした。俳優としての最も知られている映画はジョルジュ・フランジュ監督のジュデックスで、これはピアフの死の頃に撮影された。サラポは34歳で、 オートイコールビエンヌ県ル・モージュの道路脇に亡くなった。1970年8月28日にパナゾルのコミューンで起きた自動車事故だった。パリのペール・ラシェーズ墓地のピアフと娘のマルセルの横に埋葬されている。エディットの父類アルフォンス・ガションもまた、その墓に埋葬されている。マルセルの名は左側に刻まれている。墓の足側には、ファミーユ・ガシオン・ピアフと刻まれている。 サラポは、ピアフが才能を見出した最後の一人だった。サラポは、ピアフとの結婚中は、よく一緒に録音し、コンサートでは共演していた。舞台名の、サラポは、ギリシャ語の、私は君を愛するのフランス語での発音であり、ピアフ自身が選んだ。ありがとうございます。